というわけで、遠野市にやってきたガシとハッシーです。遠野市といえば遠野物語ですよね。お目当てのカッパも遠野物語に登場しているらしいですよ。今日は完全装備できたので、ぜひカッパを釣って帰りたいと思います。ところでガシーさん、カッパってどこで釣れるんですかね。まずはこのチラシを作った遠野伝承園に聞き込みをしてみましょう。してみましょう。こちらのチラシ、伝承園さんの方で作成されたとお聞きしたんですけれども、はい、それから何か目撃情報とかってありますか。そうですね、おかげさまで一件もございません。一件もじゃあ我々が一件目になるということで、そうですね、絶対取ってきますので、はい、チラシのカッパなんですけれども、はい、我々がイメージするこういわゆるカッパみたいなと結構離れてるかなと思うんですけど、うんうん、これって何をベースに作成されたんですか。目撃した人 の、うん、聞き取り調査でモンタージュを作ったそうなので、それをもとに今回は、ね、カッパを探してますっていう感じで出させていただきました。ちなみにその当時ここら辺で目撃されたんでしょうか。遠野市の、月毛市町ってあるんですけども、そこに、ね、川が流れて猿ヶ谷市が、うん、そこら辺で目撃されたそうです。ちなみに今回カッパ釣りジムが来てるんですけど、はい、餌って何が新鮮なキュウリ。やっぱりキュウリ。キュウリ。まっすぐなキュウリよりもこうグイッとこう曲がったキュウリの方がいいそうです。グイッと。グイッと。あとね、カッパになりきっていくっていうのが。これ頭にカチッとつけていただく。あ、カッパに、ね、なりきっていくと。あ、そうなんですね。カッパさん出やすいかもしれないということ。わかりました。バッチリです。ありがとうございます。なりきっていきましょう。なりきって曲がったキュウリ持って。曲がったキュウリ持って。行っていきたいと思います。行きます。ありがとうございます。遠野市月毛市町の猿ヶ石川に着きました。この川が48年前、カッパが目撃されたという川ですね。曲がったキュウリが好物のことだったので、曲がったキュウリを持ってきました。で、もしかしたら魚が釣れてしまうかもしれないので、念のため遊漁券も購入して持ってきております。早速、カッパ釣りに挑戦してみましょう。行きましょう。釣るぞ。おう。あれから結構粘ったんですが、うん、釣れませんでした。カッパ釣りのコツに詳しい方がいるとのことなので、その方にコツを聞きに行きたいと思います。ガッシーさんは置いていきます。行ってきます。もしかしたら方がカッパおじさんかもしれません。お話を聞きに行きましょう。カッパおじさんですか。カッパおじさんでした。はいはいはい、私たち今ちょっとカッパをどうしても捕まえたいと思って、ちょっとコツとかちょっと伝授していただきたいなと思って。カッパ釣りするのに教科書ねばねんだよな。ほら、こういうのおじさんね、ありがとうございます。それを釣りさえ持ってればね、もう釣ってもうなぼって言うから、ただ釣る問題、ただね、持ち帰れといけないからね。一匹。はいはいはい。で、やってみる。あ、いいんですか。うん、はいはいはい。教
場所なくさねえでね。はい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 。はい。はい。おじさん、はい。カッパって釣れたら何かあるんですか？おお、それが一番大事なんだ。釣れたら1000万だぞ。1000万ですか？ただね、条件が厳しいんだぞ。あの水をこぼさないようにして釣りかないね。あ、痛めちゃダメだと。うん、金具を使っていけない。だから、針釣りに行かないね。傷つけないように教えて。傷つけないように。ちゃんと、なかなか条件が難しいんだ。ですね。うん、確かに、これ1000万ですね。うん、まだまだ粘れる気がしますね。カッパおじさん、はい、最後に、カッパって何なんですかね。カッパ、川のわらびと書くでしょ。カッパさんというのはね、殿では神様で、水の大切さ、水の怖さを教えるのに、カッパさんを通して教えてくれ、うん、怖いカッパいるから一人行くなよとかね、そうやって子供たちから水難事故から守るためにそういう教えしたり、飲む水だから大事にしようっていうことを教えるのにカッパさんを通して教えてくれ。 ありがとうございます。はい、はいはいはい、ということでガッシーさんと合流しました。はい、合流しました。ガッシーさん、釣れましたか？釣れました。釣れました。釣れちゃいました。まずせっかくなので、はい、見てもらいましょう。いきますよ。はい。釣れました。釣れました。アブラハヤって言います。アブラハヤっていうみたいです。調べました。カッパダメでした。カッパはちょっと釣れなかったですね。それじゃあお腹が空いたんでお昼ご飯行きましょう。行きましょう。今日は電車の食堂さんに行ってまいります。行きましょう。